死ねー。いやー、ちょっと待って、ちょっと例の話の前にサイコパス、あ、じゃ、右危なっ。いやー、もう妖怪みたいな追いかけ方してる。ちょっとどういうことどういうことどういう感じ。ユリーさん、どうしたんだよ。なんでこんなことするんだよ。あんたたちが悪いのよ。あんたたちにホストがお姉ちゃんを殺したのよ。はぁ、まさか龍河さんが言っていたホスト失踪事件の犯人ってユリーさん。はぁ、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 やばい。 G ガンダムのノーベルガンダムみたいなバーサーガーモード入ってるやん。あはこれまだユリさんの笑顔はどこへ。私だよー。左、うわー、うわー、でバイオレンス、予想よりバイオレンス。赤い、まさかここはすでに例の夢なのか。アキラー、うわーもう姫のユリとは別の扇風みたいになってる。あー、また連打のやつ。おらー、後ろからすごいサイコパス、私の後ろサイコパス、イエーイ、イエーイ。なんかシュールやなすごい命の危険を感じるようなシーンなのにすごいシュールやなこれいや、やばすぎるでこの状況。ルナとレイラコ取らなきゃいかんでここまでサイコパス感がすごいサイコパスをルエに見ないね。あ、こういう感じ。いや、それは隠れろ。ロッカーに隠れます。大丈夫かな。定番のところ隠れてしまったけど。ここじゃないよ、よそ行け。お、通った、やったぜ、前通り過ぎた。お、どこにぎやがった?セーフ。言ったか?なんだこの状況は。赤い糸電話。これで早くルナに連絡を取るんだ。あ、これ大丈夫なん?赤い糸ユリさん自身を見えんのかな。大丈夫なのこれ。ちょっと不安ないけどこれ。じゃあお兄ちゃんの先輩なんですか。ああ、よろしくな。あ、お兄ちゃんがお世話になってます。あ、お世話してます。でもどうして先輩がこんなところにいるの。それは俺の方が聞きたいが、まあいい。テルは今男になろうとしているんだ。男ですか。そうだ、これは男の試練なんだ。そんなこと言ったって小さいルナちゃんにはまだわからないだろうけどね。かわいい我が子を先人の谷に突き落とすってやつですね。そうだ、そうなのかわいそうお兄ちゃん。なんだこの二人の会話なんでさらっとそうだって言ったんだキラ先輩も。そうしれ、私も一緒に受けるよ。どうやって受けるつもりだ冷静に突っ込んでないわ。はっ、お兄ちゃんからの電話だ。んお前何それ。これは赤い糸電話だよ初見の人にはちょっとショックな何それっていうショッキングな映像。お兄ちゃんと私の赤い糸が電話になるんだよ。ああ、いやだからそれは何なんだよ。え、だから赤い色電話だよ。何を言ってるんだこの2人の間に謎のなんか周波数の違いが生まれております。合いませんね、話が噛み合いませんね。お兄ちゃんどうしたの？ルナ、助けてくれ。今例の見る夢の中にいる包丁を持った女に追われているんだ。早く逃げないと。赤い糸で出口を教えてくれ。だ、大変。すぐに出口を教えてあげるからね。逃げる？逃げるだと？ルナ、それちょっと貸せ。はい素直。おい、テル。え、キラ先輩、なぜそこに？お前、今逃げるって言った？キラ先輩。俺の教育が足りなかったのは終わり。謝れよ。キラ先輩、なんか勘違いしてるね。はははは。ほい、ルナちゃん以外の人物が出てくることがあろうとは。テル、逃げんのは許さねえぞ。はぁ？ホストはな、女に夢を見せてやるのが仕事なんだよ。あ、いや、その女の人にさ、もう夢の世界、すなわちあの世に生かされそうになってるんですけど。逃げ出す俺とこに女が夢を見ると思うなよ。先輩。ルナちゃんはどっちの味方なのだ。キラ先輩、マジかよ。あ、見つかった。キラ先輩、今、それはまずいですって。勘弁してくださいよ。こんばんは。あ、今夜もまた月が綺麗ですね。あ、見つけた。めっちゃ笑顔。うわー！ルナ、またかけ直すからその人を説得しておいて。お兄ちゃん待て。すごい勢いで走っていることがわかる。そして近い、さっきより近くなっている顔。よっしゃ、第2ラウンドまだ続く。必死だ。トンネルの中走ってるみたいな感じだったね。あ、あれはエレベーターだー。いかせるかー。右。うわー、くわー、今だ。生きたらしい。開けー。ごますごい攻防だ。閉じたー。ナイスタイミング。やったぜ。きっと上のボタンを押しとったよな。ちょっと追い込まれるんか、大丈夫かな。できればそのまま外に出たいところなのにさ、上に行っちゃったよ。あー、消えろー。は、早く他の階のボタンを押さなければ。4階まであるのか。一番遠いよ、4階行こう。一番遠いところ。一旦ちょっと遠くまで離れようぜ。で、ちょっと冷静にルナちゃんと話をしよう。少し考えを整理してみよう。ユリさんはこういう夢の中でホストたちを殺していた。それは双子のお姉さんの復讐のため。お姉さんが自殺した理由がホストたちに合うと思っているんだ。あの血の染みはホストたちの無念が現実の世界に現れてきたものだろう。殺人者であるユリさんへの精一杯の抵抗だったんだ。これユリさんの体にお姉さんがなんか乗り移っとうとかそういうんじゃないの？そんな気もしてくるんやけど。この夢はお姉さんの夢なのだろうか。つまりゆりさんを狂気に走らせた黒幕はお姉さんの霊ということか。だとしたら悪霊に変わっているのだろうか。早くここから出て体勢を整えた方がいいだろう。もう一度ルナに連絡しなければ。赤い糸の呪いはルナが強く念じてくれないと俺には正確な出口の場所がわからないからな。不快をするよりもルナと話す方が先決だろう。そうやな。とりあえず4階に来て戻ってきたものの、これ2階3階4階でなんかいろいろ違うんだろうかな。この先がどこについているのかわからないが、ゆりさんが追ってくる前に行こう。おー！お姉さんの霊や。さあ、こっからは探索になるわけだが、どういう展開になる？お姉さんの手がかりが出てくるとはそういうことなんかな。ルナのやつ、キラ先輩を説得できただろうか。早くここから逃げ出したい。いや、説得だってな。ルナちゃん、キラ先輩と周波数全然当てないような感じだったもんな。意気投合しとったらそれはそれでえってなるよな、俺としては。よっしゃ、とりあえず電話しとかな。よし、電話してみよう。ルナ、聞こえるか？もしもし、お兄ちゃん。ルナ、よかった。お前の声が聞きたかったよ。今、包丁を持った女から逃げ切ったところなんだ。あ、あれ？ルナちゃん、なんか、怒ってないかな？さあ、早く、こういう夢の出口を教えてくれ。いつものように、ルナが念じて、出口の場所を俺に教えてくれ。あ？ルナちゃん、あれ？なんか怒ってないかな？俺、何か悪いことしたかな？うん。へえじゃなくて、早く出口を。うん、ルナちゃん、ちょっとじらしてくるね。なんかじらしプレイ大好きかね、君は。え？何？ルナ、その感じ。それじゃ、電話切るね、お兄ちゃん。ルナ、今、俺は北条だ女に追われてるんだって。だから今、夢から逃げ出さないとピンチなんだって。大変だね。こいつ、大変だと思ってないな、お前は。頑張ってねー。ルナ、ふざけないで早く出口を教えてくれよ。お兄ちゃん。どうしてあの時、電話行ってなかったの？あの女の人とお店から出たとき、どうして電話に出なかったの？それは仕事中だったから仕方ないだろう。っていうか、なんで店の前にいたんだよ。ストーカーだからだよ。お兄ちゃん、赤い糸の呪いってね、気持ちが通じてないとお互いの場所がわからなくなるんだよ。スマホみたいに電源をオンオフできるわけじゃないの。なのにお兄ちゃんは赤い糸電話を切ってた。それって私のことを忘れてたってことでしょ。なのに自分がピンチになったらご都合よくお助けを求めるわけですか？ルナ、そういうつもりじゃないよ。あれは仕事だったんだって。仕事を言い訳にするつもりなの？わあ、奥さんみたいな浮気をしている奥さんだ。仕事使いがあったんだ。しょうがなかっただろうみたいな感じのことで仕事を言い訳にするつもりなの？わあ、これは将来共済家だな、ルナちゃん。仕事中も私のことを考えてればいいでしょ。そんな無茶な。じゃあね、おじいちゃん。今後は自分のキャラのことをよく考えて。そんなキャラ崩壊してまでやる仕事じゃないでしょ。じゃあね、生きて帰ったらまたお兄ちゃんって呼んであげるわ。ルナ、話を聞けって。ルナ。すっきりしたな。言ってよかっただろ。男がガツンと言わねえと調子に乗るんだよ。うん、ありがとう先輩。キラ先輩、やばい、周波数がバッチリ合ってるじゃないかお前ら。何があったお前ら。好きなアニメがかぶったか。最近好きなアニメ、せーの獣フレンズみたいな感じにあったのかお前ら。めっちゃ声聞こえてる。あれ、それ電話切れてないんじゃね。あ、ほんとだ。赤い糸が消えていく。あいつらマジかよ。キラ先輩までも敵に回ってしまった。ルナー、いやいや、エレベーター動いてる。エレベーターこっち来てる。まずいぞ、唯一の味方に見捨てられてしまった。俺はどうしたらいいんだ。しかも来てる。よう4回やと分かったなお前。よう4回。リプレイせんでもいいわお前。なぜ今リプレイしたんねん。きたー、第3回。もう近いって。ちょっとずつ近づいてきてるって。今日来てたのは分かったって。何度見てもちょっとシュールなんよな、これ。ちょっと命の危機なのにな。あれは何あれ。なんでドリームス、あ、夢やけんか。具現化されたんじゃ。なぜここに。イカズいるかよー、カガメー。うわー、今だ。テルタックル。嘘ーな、鍵がかかってるな。開かない。深夜も営業してるじゃないの。うわー、開いてくれー。命の危機を感じる場面なのです。本当にシュール。あ、お姉さん、鍵が開いた。お姉さんは助けてくれるの。まさかお姉ちゃんの方はあんまり妹にこんなことしてほしくないタイプのやつなんじゃないの。